バスラを出発してバグダッドに戻ろうと思います。人物としてすごい、有名な人です。実はその屏風がね、イラクにあるというのがすごい驚きなわけですよ。今こちらがかつての、シナゴーグになります。まあ、20世紀の、ね、ユダヤ人の迫害によって今ユダヤ人はもう残ってないんですけど、こうしてねシナゴーグの跡はきちんと残ってます。屏風の中はこんな感じになってます。ここにね、エズラが眠っているわけです。中はね、すべてヘブライ語が、書かれてます。バイバイ。というわけでね、長旅の途中なんですけど、今から、チャイの休憩をしています。というわけでね、今トイレ休憩の、場所に到着しました。これからは、軽く休憩して、バグダッドまで、ね、一気に行きたいと思います。というわけでね、バグダッドに戻ってきました。あー、凄まじい荷物だ。またね、バグダッドホテルに泊まります。やっぱ帰るのがね、名残惜しいです。あっという間の2週間だったなってすごい今思ってます。またね、ここイラクにも多分来る機会はあると思うんで、またその時はね、このチグリスを見ながら、ゆっくりね、癒されたいなと思います。まあ、この国がね、復興するためには忍耐、それから寛容さ、この2つが、欠かせないポイントになってくると僕は思ってます。イラクはここに暮らす全ての人々のものでもあります。みんなのイラクと
来るのは楽という意識をね、これから育んでいってもらいたいと僕は思います。およそ100年前にこのイラクという国が建国されてから、すごいね、激動の時代を迎えてきました。こうして戦争は起きました。何回も起きました。2003年のイラク戦争以降、この国は凄まじい宗教対立、宗派対立、民族対立に巻き込まれることになりました。少数派のクルド人、キリスト教徒、それからアマンダ教徒、ユダヤ教徒、これらの方々が苦しんでいます。同じイラク人なのに、この国でね、ずっと暮らしてきた人たちなのに、この国を追われ、この国をね、捨てていった人たちがいるわけです。もうね、一度来てしまったことは変えられないわけです。もうね、同じようなことをこれから繰り返しちゃいけないわけです。まあ、僕が行ったサマンラという町では、民兵の方々に会いました。戦争がなければね、彼ら若者は普通の生活を送ることができたわけなんですよ。彼らはね、僕と全く同じ世代の人たちでした。僕はこうして平和にね、イラクを旅することができましたが、彼らはね、いつ命を落とすかわからないような戦場にね、向かっていってたわけなんですよ。この戦争というものがなければね、彼らも僕たちと同じように平和というものを享受することができたわけなんですよ。このイラク人たちは他者を受け入れるという精神をきちんと持っていれば、こんなね、悲惨な事態にはならなかったんですよ。みんなが不満を持っています。そしてね、この国には少なからず、いや、きっと多数の人たちがこの国の、ね、平和っていうものを望んでいると思います。まあ、このね、イラクという国が誕生する前から、まあ、モスルやバグダッドやバスラというこの3つの大都市を含めた全ての街がね、平和を享受してたんですが、この国は決して昔から戦争をね、繰り返してきた国ではないです。だからきっと今のこのね、悲惨な状況を乗り越えて、きっと再びね、ここに暮らす人々が団結し、ここの国を追われた人たちがまたね、この地に戻ってくることができるような日がきっと来ると僕は信じています。